皆さんこんにちは。今回はまた試すシリーズになります。いつも私が通っている100円ショップセリアさんでこんなものを見つけました。これはケーブルライト、 LED ケーブルライトですね。どういうものかというと、ここに写真があるんですけど、お部屋にちょっとこう飾りつけてライトアップするような、あのクリスマスツリーにつけるようなやつですね。それがなんと100円ショップ、あのセリアさんで100円で売ってたということで、思わず買ってきてしまいました。もうこの形状からしてですね、ひょっとしたらうまくやればプラモデルの電飾とかに使えるんじゃないかと思って、はい、今回は買ってきました。これをちょっとね、いろいろ試してみようと思います。はい、開封してみました。6灯 LED ライトがあります。この白い部分はちょっと硬く固められてますね。ここを、この白い部分をなんかうまいことほぐせれば、なんかちっちゃい144分の1の、ザクの頭とかにも入るのかななんて気もしないでもないですが、なるほど、こういう風につながってるんですね。僕ちょっとイメージでこういう枝分かれしてるイメージだったんですけど、これつながってるんですね。どれかを切っちゃうと全部つかなくなっちゃうってタイプなんですよね、きっとね。ではこの絶縁シートを抜いてちょっと点灯させてみます。これがスイッチオンと、おう、ほうほうほう、結構明るいですね。ライトの下でも分かるくらい、スマホのカメラでも全然識別できるぐらいの明るさです。スイッチオフと。さあ、この LED ライトちょっとプラモに仕込んで、電飾として使えるのかどうか実験してみようと思うんですが、その、テストベッド、土台になってくれるものは何かと言いますとですね、今回こちらをご用意しました。はい、もう3年4年前になるんですかね、スーパー戦隊シリーズ宇宙戦隊キューレンジャーの食玩ミニプラのキューレン王になります。もうずっと飾ってあったキューレン王なんですけども、このキューレン王のデラックスおもちゃってですね、デラックス玩具はですね、この玉の部分、これ9玉って言うんですけど、この9玉の部分がですね、合体すると光る電飾が仕込まれてるんですよ、デラックス玩具に。はい、なので今回このミニプラを使ってなんとかこの電飾を仕込んで、ミニプラでも9玉を光らせることができるのかっていう実験をやってみたいと思います。この LED ライト、100円ショップの LED ライトはちゃんと仕込むことができるのでしょうか。そして光り具合、このクリアパーツを通した光具合はどうなのか見てみたいと思います。うん、今回はプランもヘッドグレもないんですけど、要は、ね、体をのこの9玉の部分を貫通させるようにピンバイスで穴を開けて、でちょうどここに LED ライトがはまって光るようになるように仕込むという、それだけです。なので、この裏側からピンバイスでどん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 穴を開けてみようかと思います。3ミリのピンバイス、ちょっと細いかもしれないですけどね、これでちょっと穴を開けてみようと思います。ちょっとやっぱりちっちゃいかな、なので棒ヤスリでちょっと穴を広げてみようと思います。ちょっとリューターを使いたいと思います。リューターを使ってちょうどいい感じに埋まりました。おお、いい感じ。ではここに実際のこの9玉をはめて、この穴をガイドにしてこの9玉の中心部分ぐらいまでをちょっと貫通させてみたいと思います。中のねシルエットのシールをちょっと貫通させてしまいますけども、ご勘弁いただきたいと思います。これバラして中の台紙取った方が早いかもしんない。多分取れるよね。
ちょっとやってみます。簡単に取れました。これで、おお、いい感じ。おお、こうすればいいと。はい、ぴっちりはまるようになりました。おお、いい感じ。体を通すことができました。これでここにはめて、どうだ。おお、理想通り。どうですかこれ。完璧でしょ。よっしゃ、この調子で残りの9玉にも、穴を開けて電球を LED を仕込んでいきたいと思います。ここからの作業は両腕両足同じ作業になります。後ろの部分からピンバイスで穴を開けて、リューターで拡張をして LED 電球がちょうど通るように穴を開けていきます。工作の方が完成いたしました。基本的にはもう裏からぶっすり穴を開けて、この LED ライトの電球を通して見た感じです。もう穴開けて通すだけなので、全然そんな難しいことは何もやっておりません。でやっぱり裏はどうしてもこうケーブルだらけになりますけどね。はい、ではライトを点灯してみたいと思います。さあ9連王どうなるでしょうか。いきます。3、2、1。おー、わかるでしょうか。まあちょっとカメラ越しにはほぼ全部同じ色に見えちゃってますけど、おお、どうすかね。ちょっとライトを消してみましょうか。リングライトちょっと暗くした状態でもう一回行ってみます。3、2、1。いや、いいんじゃないですか。おお、神々しい9連王が出来上がった。すげえ。いや、いいぞこれ、お手軽。はい、ちなみに6個LED ライトがついてますので1個余っております。1個余った分はこうやって、黒いテープで覆って遮光してあります。なんかこれもう一つね、こう電気工作上手い人ならこれをなんか外したりしてできるんでしょうけど、ちょっとそういう知識は僕ないので、こうやって光が漏れないようにして対応しております。ではちょっとこれをですね、もう全体真っ黒にして、いつものあの最後の写真撮影をする撮影ブースに入れてですね、光らせて写真を撮ってみようと思います。ご覧いただきましたでしょうか。なかなかいい感じに光っていたんではないでしょうか。ミニプラならではの、穴を開けるだけというですね、お手軽改造だったんですけども、こうして本当にもうキューレンジャーをご存知の方だったらきっとね、こう燃える何かを感じていただけると思うんですけども、
合体した後ってこの丸い部分、キュータマの部分が光るんですよね。それを本当に僕こう完全再現できたんじゃないかなと思って、すごくちょっと震えております。で、まあ余ったケーブルとかはね、どうするかっていうのも課題もありますけれど、ね、裏もこんなケーブルだらけになっちゃいますし、でもまあ、本当に電飾入門としてはですね、本当にこれ電球 LED ライトが6つつながってて、本当に100円で買えたので、100円でここまでの電飾ができるっていうのはとってもお得だと思います。はい、入門ちょっとなんか光らせてみたいなっていうのにはもってこいの素材じゃないかなと思います。今回は100円ショップセリアさんで見つけました、 LED ケーブルライト、小型電池ボックス付きで、ライトの色はウォームホワイトのものをご紹介して、プラモデル電飾に挑戦してみました。ぜひ、すっごい本当にお手軽にできたんでね、もっとプラモの上級者の方だったら工夫次第でもっといろんなことできると思いますので、ぜひ、ご活用してみてはいかがでしょうか。私よりももっとすごい作例をぜひぜひ皆さんの見せていただけたらなというふうに思います。ありがとうございました。チャンネル登録、そしてよければ他のご動画もご覧いただければと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。